寒いからジャンパー着ちゃいましたよ。ハトバスって書いてある。ハトバス。ハトバスツアーですよ。回れないですね。時間が今は1時半過ぎでしょ。結構回れないな。あそこが桜田門なんですけどね。桜田門、ちょっとこの警視庁の前が桜田門なんですけど、全部回れないな。ギャルがいるからいいや。サーの事務所ですね。ここがマッカーサー通りかな。マッカーサー通りとは言わないんですけど、マッカーサー通りっていうらしいんですね。何言ってるか分かんないけど。しちゃおうかこれ。ちょ。よいしょ。ちょっと無理しちゃって、花の輪案内っていうのがあるんですね。都道府県別にこう堀の外側に何々県ってあるんですかね。花の輪
これじゃないもんな。これは一丁だと思うんですよね。桜田門ですね。このパイプ何なんだろうな、これ。また趣味なんだ。桜田門ですよ。井伊直弼がここで暗殺をされたんですね。水戸藩の、水戸藩の藩主って書いてあるのかな。水戸藩だかなんだかわからないですけど、薩摩だか。前一回来たんですけどね、ここね、読み上げたんですけど、旧江戸城外桜田門、現在この門は桜田門と呼ばれますが、正式には外桜田門といい、本丸に近い内桜田門、桔梗門が桜田門なんですね。内桜田門、桔梗門ってさっきあの荷物受け取ったところですねに対してこの名前が付けられました。外国人の綺麗なお姉さんが写真撮って、この名が付けられました。古くこの辺りを桜田郷と呼んでいたことに由来しますと。こんなと犬飼つや犬飼じゃねえよ、井伊直弼、水戸藩脱藩士だな。桜田門外の件、1860年、67年じゃなかったっけか。67年は大政奉還か。58年で安政の大獄、ちょっと忘れちゃったな。UFO の UFO、 そこも堀なので、高麗門つったっけかな、内側の、内側の門。これまっすぐ行くと、あのなんだ、正成像ですね。そっちがこう堀ですね、こうね、堀。これこう行って、そこをテントのとこ、こう行くと、あの二重橋ってね、ここはマラソンの3日ですからね。
こが法務省ですね。法務省って今旧庁舎は勤務できないのかな。これは国会図書館の法務資料室とかって書いてあるんですよね。法務省旧本館、省略法務省法務資料展示室の方面入れるんだな。なんか国会図書館の法務資料室嫌になってるんですね。隣は地裁、東京地裁と高裁、あと702号法廷で特許裁判所。右は警視庁。警視庁でよくあそこの脇から出てくるのはあそこか。車で、なんか知らない。これあれだな、バッテリーがなくなっちゃうな。法務総合研究所、法務総合研究所ってここなんだ。そこから出てくるのかね。俺も出てきそうだな、なんか捕まって。この日比谷公園全部バッテリー持つかどうかあれですね。裁判所はやってないですね、さすがに。やってれば法の食堂でご飯食べていくんですけど、地下にあるんですけどね。あそこの大岡越前屋敷跡の碑文でも読んでちょっと帰ろうかなと思って、あと日比谷公園を歩いて、すっかり縁遠くなっちゃったな俺。こういう法務省とか裁判所とか、法務省裁判所なんて何言ってるか分かんないもんな。最高裁事務局なんて、事務局長が去年だかなんか言ってましたけど、仕事懈怠してるよ。もう一度実務家だから私もはっきり言いますけど、
れそう、こう来てこう来て、弁護士会館って前ここにあったんですよね。この辺みんな建て替えしたから、ここにあるのかな、ここかな、 ここだな。10年ぶりだ、ここ歩くのは。あれ、一つ向こうかな。石碑がないもんな、指紋が。越前屋敷跡。まあ、東京はどこもこう残ってないですけどね、指紋だけで。そこの場所、土地を空けておくとすごい高いから。これかな、この指紋。なんか違うな。あ、ここだ。名文用として知られる大岡忠相、1677から1751は徳川吉宗が江戸幕府八代将軍に就任した翌年に江戸町奉行に起用され、以後約20年間その要職にあった。宝暦元年12月、半年前に没した吉宗の後を追うように亡くなった。この地は晩年に忠相の上屋敷が置かれた場所である。コンドロンのクソがくっついてますけど、なぜかコンドロンのクソがなぜかくっついてますけど、ここは大岡忠相の屋敷跡みたいですね。これ弁護士会館かな、今関西じゃなくて、関西はこっちに行ったのか。法務検察合同庁舎、日比谷公園に行こう。警視庁だったよ。
今ここですね、桜田門からこう渡ってこう来て、こう法務省こう来て、こう来て、ここ、こう歩いてみようかな。ここがあの伊達政宗の最後の屋敷があったのかな。バッテリーがないから節約しておきますか。